そやろ。最悪。最悪もう。どうも、マキロです。今日はですね、借金持ち節約貧乏人男である私のバイトに遅刻しそうになるクズ一日を見ていただきます。現在の時刻が8時58分です。おはようございます。ガチで時間ないです。なんでこうやって冷静に取れてるかって言ったら、ほぼ諦めてるからですね。バイト遅刻しないように絶対するんですけど、例えば家事だったりとか、もうできないもんできないって私は諦めてるからこそ落ち着いてますね。本当に最近まで自炊とかもサボってたし、 YouTube もお休みさせていただいてて、結構もうメンタル的にきつかったんですけど、なんか天気が訪れて私に彼女ができましてですね、本当に昨日できたんですけど、やっぱその彼女ができたっていう喜びではなく、その人と出会えて、その人と仲良くできたっていう事実が嬉しかったのであって、やはりお相手の方をね、大切にしていきたいっていうことで、まあ、YouTube とかも自炊とかもサボってたことももう一回心機一転やっていこうかなという考えでございますね。ほんでなんでこんなに寝坊したかって言ったら、マジで筋肉痛がやばかったからですね。生々しすぎるんですけどそれが私の YouTube チャンネルが、また日焼け止め塗ってないわ。本当にさ、貧乏人の日焼け止め1回の量これですね。冬でも日焼け止めを塗ることによって肌の衰えの対策になりますから。私ね、皆様に見せたいのがあったんですよ、一個。ん？どこ？あれ？あれ、僕見せたいやつあったんだけど、どこ行った？あった！そのことポケモンセンターでマジで見てほしいものが日記帳でございます。私といえば日記だと思うので、日記帳を買ってなくて100均のなんかこのね自由帳みたいなのに買ってたんですけど、私結構形から入るタイプだから、貧乏人が形から入んないとか思われると思うんですけど、だからこれ買っちゃいましたね。私もポケモン大好きだから、まあ、ムーマ姫がね映ってればより良かったんですけど、てかちょっと喋りすぎちゃう、マジで普通に時間ないんじゃん。あ、やべ、あと15分しかないですわ。日記書いてミータンのお水だったり補充してからバイト行きたいと思います。そんな感じで本日の一日の流れに関しては、一日フルでバイトがあるという感じでございます。お弁当に関しては作る時間がないので、オートミールをジップロックとかに入れてサバ缶入れていきたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。1週間に分けられてて書きやすいっていうのがいいですね。でもね、私日記は翌日に昨日の分を書くようにしてるんですけど、彼女と付き合った日から書き始めるのめっちゃなんかいいですよね。
普通に他にもっといいのが、ここに備考欄が書けるんで、なんかその1週間の例えばどうしてもなんかメモしとかないといけないもの、これをここに書くことができるんで、それと日記を照らし合わせることができるから1400円くらいしたんですけど、普通の日記っていう性能でも考えたらめっちゃいいです。あとこれめっちゃ質がいいんでね。ちょっと待って、ご飯食べないで、まだ。待って、ほんまにバイト遅刻しそうなんや。一旦行くかな。あー、ごめんなさい。先生、ちょっと。いい子、いい子。現在の時刻が28分です。9時28分。ほんまにやばいんですよ。遅刻しそうな。なんとかお弁当とかはね、視聴者さん。で、あと、バイト先の方から差し入れていただいたサバ缶とかがあるので、それでなんとかなるんですけど、オートミール入れただけ、もう本当に褒めてください。本当に、本当に。いただき物っていうのはもうなんかのご縁なんで、本当にありがたいです。いや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 。エリがやべえ。じゃあ、そろそろね、行ってまいりますわ。頑張らんといけんけど、なんか、昨日の余韻に浸りながら、だから、頑張れそうな気がする。マジで、キモいですよね。そうですよね。キモくていいんですよ。僕は、そういう人間なんですよ。みーたん頑張ってくるよ。愛してるよ、みーたん。じゃあね。じゃあ、またな、相棒。いや、粉しか残ってない。よいしょ、カラスを見た。ちょっとごめん、ご飯を受け取ってくれますか。お腹空いているのか。
痛い。ブレーカーが落ちた。もうめっちゃ落ちるやん。もうよいしょ。みーたん食べようぜ。いただきます。現在の時刻が22時7分です。今日はバイトフル終わりましてね、なんか意外と作りましたね。お酒とか飲みたかったんですけど、お酒飲みたいしラーメンも食べたかったんですけど、今日もうお弁当にしちゃったから、なんかもうね、肝臓休ませた方がいいなって思って作っちゃいましたね。食べたいと思います。いただきます。というわけで本日も一日お疲れ様でした。今日は16時間断食もしたし、バイト先にお弁当も持って行ったし、夜ご飯もちゃんと自炊をして健康的に生きれたと思います。あと実は帰り道ランニングしてました。私は本当にたまに夜は帰り道で走ったりするんですよ。もう不審者なんですけど、なのでね、健康体になれたかなと思っております。本当にありがとうございます。今日朗報があるんですけど、なんとですね、バイト先の社員さんが500円プレゼントしてくれました。
どういうことみたいな感じなんですよね。うちのバイト先の社員さんは常に飲み物だったりとか食べ物だったりとかいろいろ差し入れくれるんですけど、ついに現金をくれるようになりました。いやそんなことあるんかいとか思っておきながら、人にも恵まれているし、そして結構自由に働かせていただけてるので、毎回バイトを頑張れていますね。なんだかんだそんなバイトで稼いだお金で、まあ、生活にも当てるし、長く大切にお付き合いさせていただきたい彼女さんといろいろ遊べたらなと思っております。なるべく、まあ、節約も大前提ですけど、じゃあ最後にですね、本当に昨日付き合ってほやほやでございますから、私がですね付き合って最初のデートの別れ際と付き合って最初のデートの帰宅時のテンションの違いっていうのを最後見ていただきたいと思います。まずは付き合った初日のデートの別れ際。今日はとっても楽しかった、ありがとう、気をつけて帰ってね、家着いたら LINE してね、うん、またね、ありがとう、バイバーイ、ありがとう。そして帰宅時、ガチャ、ただいまー、みーたん、いいよ、バタン、よっしゃ、よっしゃ、やった、やった、やった、ついに、ついに、結ばれた、やった、やった。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは、借金持ち節約貧乏人男である私の Vlog 動画、節約術、いろんな動画を更新していきますので、今後も見てくれるよという方は、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram など SNS やっています。あと、スズリというアプリで、ラバリンという私のオリジナルグッズを販売させていただいております。よかったら SNS の方はフォロー、スズリの方はチェック、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみなさい。